おたうちの儀式をおたうえの儀式へぶりさし、野坂神社の坂だの瀬祭りは、福井県敦賀市の坂にて、毎年2月中旬に行われる方策を祈願する伝統行事である。室町時代に始まったとされ、稲作作業の動きを模倣した田内踊りと田植え踊りなどが行われる。県指定向け民族文化財に指定されている。田の瀬は、田の瀬や、田ール寺が転じが展示たと言われ、 室町時代から伝わる、その年の五国豊穣を祈願する祭りで、予祝芸能の一つである。巣王と呼ばれる、紺色の衣装を身につけた、男衆六名が一組になり、野坂神社の宮司の祝いとや太鼓に合わせ、田起こしと田植えを模した踊りを、野坂大臣に奉納する。お田打ちの儀式では、ダーの聖の聖の矢と掛け声をかけながら、地さで作った木の棒をくに見立て、 中央に置かれた大太鼓を叩き、田を耕す動作を繰り返す。田植え儀式では、青葉の杉の枝を稲の苗に見立て、両手に持ち、大太鼓を中心に背中合わせとなり、大きく足を上げた後に前に飛び跳ねて、田植えをする動作を繰り返す。野坂地区内の児童6名と大人6名が交互に踊り、合計6回行われる。踊りの他に、 各儀式の後には希望する観覧者を、加法者として胴上げして、役払いをすることも行われる。また、福音による種まきがあり、田植え儀式の最中に田を鳴らす道具、えぶりさしを持った男性や昼の弁当を届けに来る、小昼持ちという女性が登場する。野坂学のふもとの野坂神社と野坂公会堂で、毎年2月中旬頃に行われる。午前中は、 野坂神社にて、祈願式、万歳学の儀式、遠渡しの儀式が行われ、午後から野坂公会堂にて、田野瀬の神事が奉納される。ありがとうございます。